最近リベラルアーツという学びを得ました。哲学、美術、宗教の知見を得ることは思考のベースになると捉えました。そこで自分も含め子供への教育にも つなげていきたいのですが、どこからスタートしたらよいでしょうか。おすすめの本などあればご教示いただけたら幸いです。リベラルアーツとはみたいなので教養ってなんか訳してみたりとか、ギリシャ人が身につけていた哲学のことを言うみたいないろいろの説明があるんですけど、結局リベラルアーツはこれだよって言ったもん勝ちになってるんですよね。で、教養っていうリベラルアーツって横文字とかかっこいいみたいな理由でリベラルアーツって言ったりするんですけど、別に単なる教養だったりするんですけど、ただ何をもって教養とするかっていうのって結構難しい問題なんですよね。最近正解が出たんですけど、そのカレー味のうんこを食うか、うんこ味のカレーを食うか、どちらを食いますかっていう質問で、最近リベラルアーツに割と長けていらっしゃるメンタリスト大吾さんっていう人が、そのカレー味のうんこを肛門から食うっていう正解を出したんですけど、で、それがなぜ正解で面白いのかっていうと、最近人間の腸内の細菌っていうのが実は人間の行動に影響を与えると言われていて、その腸内の細菌が出す成分によってホルモンの影響が受けて、で、その結果うつ病になりやすいとか、ちゃんと消化できているので栄養素がきちんと取れる人だったり、腸内の細菌が少ないのでちゃんと消化ができないだったりっていうのがあって、実は腸内の細菌の状態によってその人の健康状態っていうのが影響されるっていうのが、最近ちょこちょこいろんな論文が出て研究されてるんですよね。腸内フローラって言うんですけど、で、それでじゃあ、腸内の細菌、こういうの欲しいけど、俺ないやっていう人ってどうすんのっていうと、腸内の細菌を移植する。要は、腸内環境の良い人の細菌を自分の腸内に移植することで、良い細菌を増やすことができるよねっていうので、細菌を増やすために移植をするというのもちょこちょこ始まってるんですよ。で、それが、わかりやすく言うと、他人のうんこを肛門から入れるって行為なんですけど、っていうので、今、下品な笑い話して言ってるんですけど、ただ、これも、大腸だったり、生物学だったり、ホルモンの影響で脳がどういう動きをするかっていう大脳生理学だったりっていう、実は今科学の最先端の知識の話でもあってるんですよ。なのでそれを科学の最先端の知識の教養として取るのか、面白うんこ話として取るのかっていうのは話し方とか人それぞれなんですけど、ただじゃあ腸内フローラの話っていうのが出た時に、ああ、腸内フローラねっていうので話に乗れる人っていうのは教養なんですよ。で、それをじゃあ飲み会の時に面白話に持っていくんだったら、うんこ味のカレーを食う、じゃあカレー味のうんこを食う、大悟さんの話に持っていけばいいし、みたいなので、知識を持ってたとしても、知識をどういう話題でどちらに利用するかっていうので、真面目な科学とか生物の話をしたい時に使うのか、それとも笑いに使うのかっていうのは、その使い方の問題なので、なのでどんな知識でもそれなりに役に立つんですよね。教養として使おうと思えば。というわけで、うまくまとめてみましたけど、うんこの話で。はい。すいません。朝からね、皆さん朝ごはん食べてるとこすいませんね。朝からカレーの人すみません。ちなみに今日僕の夕飯はカレーでした。はい。